阿権長生願一無浄土寺願不満座政府上昇が大無量幸福偉大聖主不最小林が政府上昇が菓子成仏道明昇上寺。写真の説明がいいですね。写真は高校2年生の時の写真です。夏の高校野球の予選の応援に学校から駆けつけた時の写真。ちょうどあの子が死ぬ 2,3 日前ですね。どうして佐藤さんが行ったらあかんねやろって、まあ何気なしに言うたんですね。その時ひろあきがお母ちゃん何言うてんねんな、佐藤さんが今度何しにアメリカ、ベトナムか行こうか知ってんのかって言われてね、その時の顔ものすごかったんですよ。それがもう、まあ、最初の最後みたいですね。Cái này rất may mắn nữa.
この時間、ちょうど50年前のこの時間帯ですね、10時半から11時半までの間のあの辺りのところで山崎は倒れました。この時間帯に50年後に私たちがここで集い、そして50年のために我々がこの3年間やってきた3つのプロジェクトが全て完結したということ、そしてこれから第2ステージへ私たちは今日から移ろうと思います。兄さん、ちょっと来てください。さっきご紹介しましたホーチミンの通通病院、その中にある平和村の院長のあの兄さんです。平和村はベトナム戦争の時の枯れ葉剤の障害者の子どもたちの最も重症の子どもたちを介護し、そしてケアされている施設の代表の方です。私たちはこの8月に戦争小石博物館に展示に行きました。そして同時に平和村へ行き、全員が声を飲みました。まだベトナム戦争は続いている、赤ん坊が、枯れ葉剤の赤ん坊がまだ生まれているんです。現在も戦争はまだ続いてるんだと。三田です。よろしくお願いします。福島です。宮本光晴です。よろしくお願いします。田本俊一です。よろしくお願いします。道浦元子でございます。よろしくお願いいたします。小川義弘です。弁護士です。上野中子さんがもうちょっとしたら来られる予定ですけど、はい、佐々木みけろです。よろしくお願いします。辻恵です。よろしくお願いします。山本由太です。よろしくお願いします。山崎です。山中と申します。よろしくお願いします。水戸さん、水戸さんどこにおられる？水戸京子さん、ちょっと席外してもらえるようです。じゃあ以上です。よろしくお願いします。ああ、橋、10月の死、どこの国、いかなる民族、いつの軌道を語るな、繋がらない手をな、過剰の時を切れ、朝の貧血の回る暗い円錐の中で、心の影の緩い坂を転げくる、アジテーション、浅い残務の底、下走るの揺れ騒ぐ光は、耳を突き、叫ぶ声、存在の路上を割り、走り、負け、声を限りに、橋を渡れ、橋を渡れ。萩名公園に再結集した全部隊は、学生が殺されたという知らせを受けて弁天橋に向かい、抗議集会を開いた。再び橋を渡ろうとするデモ隊に対して催涙弾と警棒の弾圧が加えられ、ここでも多くの重傷者を出した。その時の、金田当佐の、弾圧による犠牲者というのを書いてますけれども、死者は山崎弘明、頭蓋骨骨折、牧田病院の診断書。羽田闘争50周年、追悼、山崎弘明へ捧げる歌。お前は言ったっけ、同じ死ぬなら戦争で死ぬより反戦の戦いで死にたいって。心から平和を願う人々の心に、細々と、しかも消えることのない明かりとなったお前を俺は誇りに思う。死者は悲しみを乗り越えるところに意義を持つ。お前の死は俺たちの頃に生きる。お前は安らかに眠れ。生き残った者が怒りをぶつける。お前の命を奪った奴にお前は生き続ける。お前の死を
心で体で受け止める人々に、お前一人の死は多くの真の平和のために戦う人々を生み出した。これが今年の10月8日、これが第1巻です。私たちはもともとはこのもうちょっと薄い厚さで、公募の原稿とそれと当時の記録資料、つまり写真とか当時の18当時の新聞の報道から大学のチラシ、そして、その当時の評論や詩歌やそういうのを全部選んで一冊の本にするつもりで出発したんですが、投稿原稿でこれだけ厚さになったんで、これだけ一回にしました。新旧名についてはこの本の中で、事務局がいろいろ議論をして、その結果現段階で、少なくとも間違いなく語れることを語っているということです。で、一番のポイントは死因が何なのか、下流の側の欄干で、ボクシングでロープダウンするような形で欄干に背を持たれてこうなって、そこをガンガンやられているっていうのを、飛び込んだ川のエビトリ側から見たし、そういう証言もあります。そういう意味で、整合性を考えた場合にやはり死因はこれ撲殺ではなかろうかと、その疑いが極めて強いというのは私たちの現段階の結論。毎年ここに集まって私たちで追悼と黙祷をやり続けて、今回で4回目になるかな、5回目、5回目になるね、はい、10.8 山崎弘明プロジェクトが始まって5年目、やっと今日、まだ私の手元にありませんが今日会場で記念書の第2巻を皆さんにご覧に入れることができます。そして会場にはベトナムのホーチミン戦争書籍博物館の現館長、タオ館長が今日はここに。こちらにいらした方が見やすいと思います。それでスライドを元に逐次で通訳いたします。じゃあまず。カリフォルニア大学のロサンゼルス校でウィリアム・マロッティと申します。In short, the recognition of political violence by the government was enabled by these confrontations. 私はこのような結果、ご清聴ありがとうございました。私はこのような結果は羽田 10.8 を起点にしていると思います。政府とマスコミは対抗する学生らを暴力的だと断罪することによって警察力の合法性と対抗勢力の非合法性という枠組みを保持しようとしました。しかしながら一旦そのような合法性が破綻すれば、その他の政府側の主張も崩れていきました。その結果として何百万人の人々が政治化されたのです。一言で言えば、政府の政治的暴力はこれらの闘争によって初めて認識されるようになったのです。Để những cái lần hội nghị như thế này thì không chỉ có những máy đầu bạc mà chúng ta sẽ có rất nhiều những máy đầu xanh. こちらでは、少し私の考えを共有させていただきます。戦争正直当館では、展示会とか戦争に関するイベントを行った時、来場者はほとんどお年寄りとか年配の方が多かったんですね。若者の姿はなかなか現れてこないという本当に残念に思っております。かつて 10.8 羽田闘争があった山崎弘明追悼50周年記念記録資料編第2、これが去年の10月8日に出た、気候編を第1巻としますと、これが第2巻になります。もうどうしても入れたかったのは、この 10.8 羽田闘争の直後にできた羽田 10.8 羽田救援会、これはどうしてもこれを一章取って入れたかったものです。ですから他の図を落としても最後に一章取ると、この 10.8 羽田救援会のおかげで我々は50年前どんだけ助かったか、
そこから以降50年間連続して続いているのは現在 の、 あの救援センターですね。そこまで続いています。50年間続いているのはこの組織だけなんですね。やっぱりこれはあのやっぱり僕らの時代にとって誇るべき50年の歩みだと思います。それを最初に発案された物理学者の水戸岩先生、そして今日も来てあのくださってますが水戸清子さんご夫妻、このお二人に対して最後のこの本の後書きで最後の感謝を捧げるという後書きを書きました。Thank you for inviting me. Mr. Yamamoto. Mr. Yamamoto. Yeah, that's a huge book presenting. Project. In Japanese. This is your book? Yes. We were the new left. We were rejecting the dogmatism of the Communist Party, and we also were rejecting at the beginning the idea of a vanguard party. まあ、68年に私たちはその、ヴァンガード前衛党という考え方自体をね、まあ、否定していました。SDS とね、うん、アメリカでは、ね、その、うん、そういう前衛党、やっぱり新しい前衛党を作らないといけないと考えた部分と、そういう考え方じゃなくて、このそれぞれの問題ごとに水平的につながっていくという、そういう運動と、まあ、攻めに合ってた感じなんですね。Hiroaki san and the other brave students of the various Zengakuren factions were protesting, of course, Prime Minister Sato's visit, a trip to Vietnam, intended to show support for the American war there. Che Guevara,a comandante of the Cuban Revolution, died while attempting to initiate an armed revolution against U.S. neocolonial rule in South America, extending the already successful Cuban Revolution, which had ousted the U.S. puppet dictator Batista in Cuba in 1959. We're not dead yet! We're still here! これがあの長い演説に当たりにあたって最後のメッセージをがあります。我々はまだ死んでない、我々はここにいるぞということです。山本さんは昔の東大闘争の頃の、映像をわざわざ見せられて、その顔を映されて大変でしたね。いや正直言ってその自分の映ってる映画っていうのを特にその若い時の映像を見せられてもものすごい恥ずかしかったものすごい照れくさいっていうかな。でそれがともかくとして、ここで言う6月、 6.15 とは1960年の6月15日安保闘争の国会デモで神場美智子さんが亡くなった日です。私はこの国会デモを指揮した者の一人です。すると神場美智子さんの死から67年18日の山崎弘明さんの死までがちょうど私の60年代ということになります。68年以前に私には固有の60年代があったんだと。私のたまたまの立場がその大学院生だったもんですから、次の明日はまあ研究者としてという感じで生きてたわけですね。だからそういう中であの社会的な役割、科学技術の在り方が問われていくという東大闘争の中で、まあ、自分たちの生き方自身をあの考えるという形になっていったっていうのがあります。それであの安田講堂で、まあ、
東大全教頭は全統連も含めて、50人ぐらいだったと思いますが、山崎弘明さんとそれから伊集院さんと宮島さんには共通項があります。山崎さん、伊集院さん、宮島さんもう54、5年の差はありますけども、このお三人というのは高校生の頃に社会と向き合っていた。高校の卒業論文がきっかけで、その入管問題について調べたことがきっかけで、と入管における外国人への人権侵害とか難民に対するその難民認定率の低さなどについて知って、すごく私は個人的に衝撃を受けて、大学生がもうコロナ禍の中で困窮しているということと、まあ、もう一つはお金を払った分の教育を受けられてないんじゃないかという2つの件が主にありましたけれど、この2つのことを理由として大学の学費を下げてくれ、半額にしてくれという動きが全国のほとんどの大学で始まりまして、これを我々がもう、私はもう4年生でここを卒業していくということになると思うんですが、次の世代にどうつないでいくか、次の世代がどうやって変えていくかという変えていくのかっていうところをつなげていくのは僕の役割かなとは思っているんですが、これから先どのような終わり方をするにしても、どのような形で若い人たちにバトンを渡すにしても、皆さんがずっと一緒にご相談しながら来年を過ごしたいと思います。どうか最後までお見守りください。でも、これは今日のお話の大きなテーマでもありますけれども、この市民運動、日本の市民運動そのものがその朝鮮問題についてきちんとしたその理解をしてですね、正当な立場で、物事を考えているかというと、必ずしもそれはそうではないのではないかと。そのこと自体が、これ皆さんの運動もそうですけれども、日本の市民運動をやっていらっしゃる側の問題としてですね、やはりもっと深刻に考えないといけないのではないかというふうに思っております。で、今日はそういう問題について皆さんと一緒に考える機会になればありがたいと思います。なんか似合わない感じで。